はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。オノマトペー様、オノピーノリピー様、サトコ様、18ハロン様、先輩様、藤川支部長、正弘様、ももちゃん様、リズム様、ゆきこ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判に用意させていただきたいと思います。昨夜懇親会、メール党員懇親会ご参加ありがとうございました。遠くはですね、神戸からいらしてくれた女性とかいらしたんですけれども、ニューヨークから参加された方いらっしゃいまして、今ニューヨークが大変なんだって。その方ですね、長期に、ニューヨークに借りてる物件、行ったり来たり、されてるんでしょうか。持ってらっしゃるんですけど、なんと久しぶりにニューヨークに行ったら、誰が居座ってたってんですよね。で、ニューヨーク州だけなのか、全米なのかわかんないですけど、不法占拠。30日続けると住む権利っていうのが発生しちゃって、裁判しないと追い出せないっていう風になってるらしいんですよ。そんなのおかしくねーって。そんなのね、例えば長期出張とかで家あげて、その間誰かに押し入られて住まれちったら、そいつ追い出せねえって話なの。何それって話で、びっくりしちゃったんですけれども、耳を疑いますね。でね、犯人には無料で国選弁護士がつくんだけど、裁判やって追い出す場合ね、被害者は自費で高い弁護士雇わなくちゃいけないんだって。でね、その間、その長期で借りてる物件に住もうと思ってニューヨーク来たわけでしょう。で、住めねえもんだから、別にホテルに住まなくちゃいけない、その辺の出費もあるわけで、いや気の毒だなぁ。アメリカの弁護士って高いじゃないですか。所有権の否定だよなって、まるで共産主義だよなって、これ赤に免疫なかったせいで、アメリカンパイオに異様にやられてんじゃないですかね。アメリカ、さすがバイデン政権末期だよなぁ。あと、住居の別の話なんですけれども、1000ドル以下で万引き無罪、これあまりに数多すぎて、警察も裁判所も手回んねえって理由からこうなっちゃったらしいんですけれども、スーパーとかホームセンターだけでなく、ブランド店も大被害で、ニューヨークから撤退を決めたところもちらほら出始めた、ティファニーで朝食をの店もなくなってしまうんでしょうか。ティファニー、どうなんだろうね。1000ドル以下の品物、シャネルとかにはないかもしれないなっていう気がするんですけれども、ハンカチとか1000ドル以下か、なんぼなんでも15万円以下、ティファニーで昼食をもうなくなっちゃうんじゃないでしょうかね。ニューヨーク5番街でしたっけ。あと米国ではですね、反イスラエルデモとイスラエル応援デモ両方が行われて、いるそうであります。反イスラエルのデモの方は覆面外すとですね、イスラムか中国人というオチですね。全世界で活躍する中国共産党のスパイたち、我が国では現役のデジタル大臣が中共の犬なのでシャレになってないんですけども、そういえばですね、河野太郎が国家公務員に出した通達、マイナ保険証が使えない医療機関を見つけたら通報してって文書の現物を入手いたしました。これ小沢一郎にナチスの手法だっていう風に、批判されたやつ、現物入手しました。スキャンして後日お見せいたします。しかし30日間不法占拠したら権利が発生してしまうっていう、驚いたなあ。んな悪者やりたい放題じゃないの。これどう見てもアメリカ民主党は、ニューヨークって民主党のとこですから、は無一文向けに政治やってんでしょうね。そっちの方が数多いっつってね。衆院東京29区、荒川区、足立区西部のポスター、縦84センチ、横60センチのをですね、
ご自宅やお店に貼ってくださる方を募集いたします。こんな感じのポスターになります。作りました。衆院選向けに、上記以外の地域でも、全国でも貼っていただけると大変ありがたいでございます。日本改革党と私の知名度を上げたい、お手数ですがご連絡こちらまでよろしくお願いいたします。くつざわりょうじ @gmail です。名古屋入管局長、本当に困って、あるいは政治的迫害を受けてというものはほとんどありません。難民、偽難民で観光ビザで来日してまっすぐ入管申請、難民申請窓口に殺到する偽装難民どもに困っているようであります。入管目当ては難民申請すっともらえる在留カードだそうであります。世論です。観光ビザで来てるなら難民じゃねえよ。結局は法の抜け穴を利用した密航、母国にパスポート発行してもらえてるなら難民ではない。 TikTok で日本でこうすれば楽勝って動画が出回っている。入管法改正で不良外国人減るといいな。クルド人の場合は先発組が解体屋の作業員、低賃金労働者として酷使するために親類縁者を呼び寄せている、だそうであります。日本に入国できたイコール母国からパスポートもらえたイコール母国から迫害されていないという理屈でですね、入国してからの難民申請制度廃止したらいいんじゃないの。日本に来日できてる時点で非難民じゃないの。難民じゃないんじゃないの。だから日本国内での難民申請制度やめたら、窓口自体を他国のですね、他国にある日本大使館に裸同然で逃げ込んできて、亡命、希望するぐらい助けてくださいって言ってるぐらい、切羽詰まったような外国人だけね、渋々考えてやってもいいけれども、にしたってね、そういう場合でも母国に弾圧されてる外国人は弾圧される理由があるんだから、日本が助ける義理も義務も全くないですよね。日本大使館に駆け込んできたって知らねえよっつって、そのまま放り出しても問題ないですよね。パスポート持って飛行機で来て難民ですってそもそもおかしいわ。難民申請窓口閉じちまえ、やめろ。真の難民であっても日本が助けてやる義務もなんもないっすよ。難民なんだ、兵で放置でいいよ。親戚でもなんでもねえんだからさ、日本人にとってさ。日本人が外国出てよ、難民ですって言ったところで外国政府助けてくんないっしょ多分。善意には善意で、悪意には悪意で、殺意には殺意で、それが道理ですよ。返すのが、日本だけ外国人助けるの不公平だっぺって、一方的だっぺって、善意悪意で答えてたら大変なことになるし、殺意に善意で答えてたらこれまた大変なことになりますし、ものの道理を分かってないから日本政府と自民党がねこんなことやってんですよね。日本に来れてる時点で難民じゃねえだろバーッつって、難民申請窓口なんかっていうか難民申請制度やめちまえ。他国の日本大使館に駆け込んでくるようなやつだけちょっと考えてやって、あとは放り出すなりなんなりしてね、しろっていう話ですね。公文社フラッシュ、今度はなんて言い訳する。河野太郎に集まる批判。5月1日太陽光発電施設の監視機器約800台が中国犯罪組織に、っていうか中国の組織は全部犯罪組織って見なした方がいいと思うんですけどね。中国で組織でいられるイコール中国共産党のお眼鏡にかなっている、からイコール犯罪組織、これ日本端子も一緒ですけどね。にサイバー攻撃を受け、一部がネットバンキングによりよる不正送金に悪用された河野太郎の再エネタスクフォースが中共の資料を使った、再エネ賦課金が1万円増税された以上のことから、 SNS では太陽光発電ご利用し河野太郎に批判が集まっているという記事でした。世論です。
ファーウェイ使ってるとか恐ろしいな。中国製ネットワーク機器はバックドアが標準装備、使うやつがバカ。小池の東京都太陽光パネルだらけ作戦は大丈夫か。河野太郎ってどこ向いて政治してんだろう。中国共産党ですね、中国共産党の犬ですから河野太郎は。太陽光の新規買取やめろよ。風向き悪くなると所管外を連発。下手な言い訳逆切れだらけ。再エネ賦課金1万円値上げが妥当かどうかもわからない。金額がね、太陽光パネル発電量を知るためにネットにつながってんだって。中共が外部からですね、発電停止できたり発火させたりできるじゃないかって疑っております。発電してても電力もあるので、こっそりね、あのカメラとマイクもついてて録画を中共に送ってるっていう疑いすらありますね。そういうね、あのアイロンがあったんですよ。アイロンにカメラとマイク仕込まれてて、どっかにね映像を送ってる。その部屋、自衛隊施設近所の太陽光施設とか検査した方がよくない？常時録画されてるかもしれないよ。一番いいのはですね、日本から太陽光パネルを駆逐することですね。アメリカでは何年も前に公的機関のファーウェイ禁止、イギリスでも再来年までに中国製の防犯カメラを全部取り替えるっていうことになっております。私は2021年から河野一族は中共の犬って指摘してましたが、それのせいで名誉毀損で今撃たれてますが、それが周知拡散され河野太郎の評判がだいぶ悪くなったみたいで、めでたしめでたし。あと、中共企業のロゴ入り資料なんかでも、知り渡りましたよね。裁判進捗状況ですが、5月14日に非公開の事前協議がありまして、裁判官と向こうの弁護士とこちらの弁護士の協議がありまして、そちらで裁判初日の日時が決まるようです。事前協議は2回、3回はやらないって聞きましたんで、14日過ぎたら初日の日時お知らせできますんで、よかったら傍聴にいらしてください。私も張り切っていくつもりであります。岸田政権、免税を悪用した転売対策を検討開始。外国人観光客が消費税免税で買って日本国内で転売、消費税分を稼ぐっていう手口が目立ってきた。普通に買ってもらって、帰国するとき免税分を戻す方式などが考えられている模様であります。世論です。免税しなければ解決。中国人転売屋潰しだね。もっとやれ。免税は空港内だけでいいって話もある。免税の制度自体を廃止すればいい。免税すんなよ、円安なんだしやめていいだろ。自民党が外国人を呼びまくったせい。そもそもなんで免税してんだ。そもそも免税がおかしいっていう意見多数でありました。そういえばなんで免税してんのこれ。外国人優遇の日本人差別じゃないのか。私的にはむしろ消費税がいらないって思ってるんですけどね。いずれ廃止したいって思ってるんですけどね。男女共同参画予算10兆円をまるっとやめれば消費税は廃止できるし、経済が活性化して多分総税収上がりますよ。過去4回ね、消費税値上げのたびに経済が冷え込んで総税収、税収総額が落ち込んだんだから、逆もしんなりでしょ。消費税下げたら経済が活性化して税収上がるじゃん。企業も儲かる、所得も上がるってこと。でみんな金使うようになる。 10%、10% 金使うようになるんですね。実質税負担率も下がってですね、生活に余裕ができて少子化も改善するんじゃないなかろうか。そんなこともわからないアホの財務省に騙されてるアホの自民党じゃ見込みないですけどね。自民党のせいで日本人はどんどん減る一方ですよ。5月5日は子供の日。15歳未満の子供の数は1,401万人、人口の 11.3% で過去最低となりました。世論です。少なすぎ。1割を切るのももうすぐだな。一桁になっちゃうか。 20% は欲しいところ。これは将来的にどうなるんだ。日本消滅するじゃん。全部自民党のせい。子供の定義を59歳以下と閣議決定すれば解決。子育て世帯に金配っても子供は増えないな。自民党からしたら納税してくれれば何人でもいいんだろう。子供を産み育てて幸せになる未来が見えないからと。15歳未満 11%、 65歳以上 30%、現在の年齢の中央値は50歳。つまり50歳以上の人と
50歳以下の人の数が同じなんですね、日本においては今。ということで50歳以下の人は全員若者扱いでいいんじゃないかって。若者だお前ら、席譲られるのも嫌がる元気な65歳もいることだしね、異論は認めます。子供の日には兜や鎧を飾りますけれども、フェミがこれに文句つけてくるのも時間の問題ですね、もうすでに言ってっかな。とあるフェミさん、10代20代のいろんなモヤモヤの答え合わせが30代を過ぎてできるようになる、物事への解像度が上がって問題点分かるようになって、若い女の子に同じ思いをさせたくないという思いを強くした、周りの目線や社会がフェミニストにすると、自分がフェミになったのは社会のせいというようなことを言っておりました。世論です。自分の選択を他者のせいにするな、責任を社会に転嫁して逃げんね、何でもかんでも人のせい、他力本願他責思考、人に厳しく自分に甘く、職官に捕まって無理やり改造人間されたんならそう言えるけど、誰かがフェミニストになりなさいって強いたわけじゃないよね、社会が悪いを小難しく言ってるだけで、まあ、あの社会が悪いとか言ったら普通の人は逃げるわな、バカで幼稚なパヨの色違いって言ったところでしょうか。フェミって、日本のフェミってですね、ただの男性&モテ女性の憎悪集団なところが嫌われ嫌がられ憎まれ敬遠される理由ですね、とにかくあの女性らしい女性とかモテてる女性とか男性が大嫌いで文句ばっかしてる。私もあのツイッターでですね、フェミ見かけたら逃げます。あの話が通じないすぐ怒鳴るね田島陽子がですね、フェミの中では話が通じる方って言われてんですよ、他のフェミがいかに対話に議論にならないかの指標になりますね。田島陽子が一番マシっちゅうな、皆様もフェミと関わるのは全くの時間の無駄だすんで、見かけたら逃げましょう。お相手しねえ、今日の単身です。共産党小池晃、豊洲駅までのパレードで戦争する国づくりを訴えました。戦争しない国づくりって書きかかったのかなと一度はてなはてなはてな、まあ共産党はですね、日本は下手くそだからしゃあないっすね、共産党の言うですね、戦争しない国っていうのは抵抗しない国の意味ですんで、ご注意よ、必死で守ろうとしてる球場自体もですね、日本人は黙って殺されてるって内容ですしね、人民軍に抵抗しない国づくりを一生懸命やってんだよ共産党は。日本の税率、相続税世界一、所得税世界2位、法人税世界7位と、経団連の毎月2億円の自民党寄付が効きまして、個人の所得税よりも法人税が明らかに優遇されてますね。所得税が世界2位で法人税が世界7位っていうのはね、相続税はまあいろいろと対策がありますよ。会社作ってそっちに財産を移すとか、ブリヂストンぐらい巨額だったら公益財団法人作ってですね、鳩山会館を運営すとか、松田美術館とか、そこら辺もそうじゃなかったっけな、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、中国には相続税が存在しないんだって、したらますます代を減るごとに格差が広がっちゃうような気がするんですけど、それはそれでいいやって思ってんのかな、そっちに資産を移したら払わなくて済むんじゃないのかな、カナダに財産移して、そっちで商売やってることしたら、払わなくていいんじゃないのかな、中国のことわざ、官に法あり民に策あり、これ抜け穴見つけてズルしましょうっていう進める言葉ことわざですね、ズルやインチキできる時にしないのはバカぐらいの倫理観なんで、とっても中国人と日本人は共生できませんよ。我々は生まれながらに盗む権利を持っているからか言っちゃうぐらいの倫理観ですからね、だから共生できませんけどね、まあ税金の話からこんな話になっちゃいましたけれども、相続税世界一っていうのは知りませんでした。全然、これ3代、で大体なくなるって言われてますけどね、
日本の相続税はね、だからみんな金持ちは一生懸命会社作ったり、するんですね。皆さんもあの会社作ったりなんて、考えた方がいいかもしれないな。あとね、あの住居、建物は建てた瞬間に値段6割になったりするんで、まあそういうところであの節税する方も多いらしいであります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。メール当院さんも大募集であります。毎日読むだけで賢くなる、知見が広がる、人に自慢できる情報満載のメールが毎日届きます。登録は動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからよろしくお願いします。デトックスジャパン。